桜街道とは、江戸時代の脇街道の一つで、桜城を終点とするもの。大別して二つのものが存在する。江戸時代史では、その二つの桜街道を区別するために、便宜城、水戸街道新宿の追い分け桜を結ぶ桜街道を水戸桜道、寒川港と桜を結ぶ桜街道を千葉桜道と呼び分ける場合がある。桜道沿い亀戸村と、 小松川村をつなぐ中川の坂西の私江戸幕府により、桜道、桜街道と命名された街道であり、水戸街道新宿から桜城に至る。しかし、この街道を経由して、成田山新勝寺へ至る成田山系が流盛するに、従い、文化年間頃より、成田道、成田街道という愛称で呼ばれるようになった。現在は、千葉県道路愛称名により、 成田街道と呼ばれているが、江戸幕府により制定された桜街道のことである。東京都内については、水戸街道の新宿を岩けより、南方に分岐して、新近線、京成館奈町線、北総鉄道、柴又街道と順次交差し、リブリ京成新柴又店北側道路を経て、江戸川土手に至る。途中、桜道中学校や新水桜街道など街道に、 由来した名前の施設が点在する。千葉県では、市川塾、船橋塾、大和田塾、宇水塾を経て、目的地の桜に至る。その延長線上に、芝山を経て、九十九里浜、あるいは、タコを経て、沢原に至るタコ街道があり、四水で左折すると、四水塾を経て、成田に至る成田道が続いていた。現在、千葉県道路愛称名において、 桜街道と呼ばれている道は、国道51号の千葉市中央区本町一丁目の広小路交差点、桜市新門の新門交差点間と、千葉県道65号、桜印在線の新門交差点、桜市海林寺町の海、隣寺交差点間を指し示す。元は、中世において、千葉市が井の花城と本佐宗城を結んだ街道にルーツを持ち、江戸時代に、 桜藩が桜城と寒川港を結ぶ街道として整備したため、桜道、桜街道と呼称された道である。この道も江戸から東京湾経由で寒川港に上陸した成田山門での旅行者が千葉妙剣宮あるいは千葉寺を参拝してから成田山新勝寺に向かうのに便利であったために、こちらも成田道。 成田千葉寺道という愛称で呼ばれるようになった。千葉桜道から千葉市若葉区貝塚町の四街道入り口交差点で分岐する千葉県道64号千葉薄印在線の国道296号に合流する桜市薄井までの区間も桜街道と呼ばれることがある。ただし現地で本ルートを桜街道と呼ぶ場合は四街道市長岡で 本ルートから右分岐し、桜市街に至るルートであり、残部分は、薄い街道と呼ばれる。薄い街道は、中世に成立した、井の花城と薄水城を結んでいた経路である。土井都市かつ以前の桜は、現在の桜市ではなく、本社僧城があった四水城であったことに注意。ありがとうございます。